抵抗ペンギン。社畜がペットショップで売られていたらどうなるのか。今日も退屈だな。早く買い手が見つかるといいですね。にしても社畜をペットショップで売るなんて悪趣味すぎるだ。甘いな。それが動物に生まれた宿命なんだよ。人間も混ざってるけど人間も動物に分類されるじゃん。その理屈だと世の中みんな社畜になりますけど。ある意味間違いじゃないのが厄介だな。おいお前ら何話してる。うるさいぞ。すみません今日も楽しそうだね。君たちはみんなすぐに売れそうだ。そうして私は売れ残る。そんなことないと思うが。謙遜しないでいいんだよ。私なんかがいても店員さんの言う通り無駄話はやめよっか。そうですね。けど本当に誰が最初に売れるんだろうな。よし。いらっしゃいませ。どんな子をお探しでしょうか。うちのスナックで雇えるような可愛い子がいいですわ。間違いなく僕が選ばれるね。鏡を用意してもらおうか。ならこの子がおすすめですよ。今日入ったばっかりなんです。あらなんてルックス。鳥の鳴り損ないや笹しか食わない草食デブ、よくわかんないサメもどきみたいなクズのもとは大違い。そこまで言わなくても。あれ私呼ばれてすらないんだけど。この子なら黙ってるだけで看板娘になりそう。即買う。ちょっと待った。俺もその子に目をつけてたんだ。抜け駆けはさせないぞ。はあ？その子なら隣に置いておくだけで俺を引き立たせるアクセサリーになる。だから俺に譲ってくれ。うわ最低。女性をアクセサリー呼ばわりとかどういう身分してんのよ。身なりより心を磨いた方がいいんじゃない。ここに来る時点でお前も変わらねえよ。店員さん100万払うから俺に購入させてくれ。じゃあ私は200出すわ。なら350500。こうなったら1000だ。そこが限界なの。なら2000万で決まりね。そんな大金出せねえ。市場の競りかよ。じゃあこの子はもらっていくわね。ありがとうございました。くそおじさん、かわいい僕がいますよ。ねえねえ、いらん。こんなずんぐりむっくりのオスパンダなど興味ない。メスならワンチャンあったの。他の奴らも同様だな。クソショップ名。パンダと同列にされるのは尺すぎるの。同じくです。何さ、むげー。値段あの人ずっと走り回ってますよ。ケースに入れられたままでストレスが溜まってるんだろう。あそこまで野生に帰ってるのも珍しいが。動物園にもぐるぐる歩き回ってる虎とかいるしね。いらっしゃいませ。安くてそこそこ元気なやついるか。いますとも。こいつです。おいゴリ、こっち来い。名前ゴリなのかよ。買い手が見つからずかなり大きくなってますんでね。今ならなんと100円です。安すぎ。いいね、夜間の工事でたっぷりコキ使ってやる。ほらよ。ありがとうございました。なんであの安さで今まで売れ残ってたの。見た目とかじゃないでしょうか。購入したら食事代とかもかかるしな。ところで俺たちはいくらで売られてるんだ。めんどくせな。ほらよ。僕パンダだよ。奥の男なのに。社畜ペットショップで動物園の相場は当てにならないということか。みんなほぼ横並びですしね。あ、一番高い僕を君たちみたいな安物と一緒にしないでよ。50歩100歩って知ってる。またはどんぐりの背比べですね。安物が何言っても僕は平気だよ。ここでは僕がナンバーワンだから。残念だが上には上がいるぞ。あれを見てみろ。血統書。北極グマ先輩が100万。あれ私そんなに高かったんだ。桁違いすぎません。俺たち全員合わせても届かないな。いやこんな私には分不相応な値段だよ。誰も私なんて欲しくないよ。いらっしゃいませ。あの血統書付きのペットが欲しいんですけど。それだと今はこのホッキョクグマくんしかいませんね。先輩血統書付きだったの。100万か、高いな。キャッシュじゃなくても最大リボ払い50年まで可能ですよ。へえ、いいの。じゃあそれでリボ50年はやばいよ。借金地獄になっちゃうでしょ。この店悪徳すぎるだろ。払い終わる頃には総額いくらなんでしょうね。これで手続きは完了です。ありがとうございました。私なんかで本当にいいんですか。へえ、この子ネガティブで面白い。ほらお家行くよ。あ、はい。皆さん
お先にさようなら。僕たちを置いていくなんて、先輩の嘘つき。ごめんね、パンダくん。ねえ、あんた普段何食べるの？アザラシです。はあ、そんなの用意できないんだけど。ま、燃やしとくでいっか。いざとなればダンボールでもいけるっしょ。え、ホッキョクグマ先輩、どうか健やかで。そうしてホッキョクグマ先輩が買われて数ヶ月後、俺たちはまだショーケースの中にいた。スーパーのタイムセールか。これ賞味期限が近いってこと？もし先輩が廃棄されそうになったら、自分が美味しくいただきますからね。遠慮願いたい。いらっしゃいませ。おお、この愛くるしい姿。亡くなったばあさんと動物園で見た思い出のパンダと一緒じゃ。この子を買っていくぞ。ありがとうございました。まさかこのメンバーでパンダさんが一番先に売れるなんて。よかったな、パンダ。ほら、おいで、わしらの家に行こう。数日後。ただいま。どうされたんですか、お客様。金は返さんでもいい。だがこのクソパンダ引き取ってくれ。お前何したんだ。おしっこをあっちこっちでしてるギャンブルのためにお金をせびりまくった。老人にもゲスなのかよ。僕は可愛い女社長にめでられる人生しか選ばないから。確率 0%。 ソシャゲでもサイコレアは1から 7% だよ。 0% とかないから。これはソシャゲじゃない、人生だ。僕は人じゃありません、だからパンセです。はいはい。その後も買い手が見つからなかった。そして3年が経ち。いつまでも売れ残りやがって。もう餌泥棒は置いておけん。3匹揃って出て行け。そっちは何か見つかった？収穫なしだ。自分もう限界です。確かに疲れたな。いっそこのまま眠るか。お前ら誰かに見捨てられたのか。まるで俺と同じじゃないか。あなたは。お前たち面倒見てやる。うちに来い。変化。ああ、俺たちにもついに安住の日が来たんだ。俺がお前らを拾ってやったんだぞ。また捨てられたくなければ24時間365日仕事だけを考えて働くんだ。そんなの死んじゃいますよ。あのまま放置された方がマシだった。新章開幕、プロローグ。始まりはあの雨の日だった。ペンパイで、シャチ。どうしたシャチ、何があったんだ。ペンパイ、自分はもうダメです。そんな。最後にこれをペンパイに。これは1000円。これを使って丸いで買い物をしてきてください。なんと今マルイと抵抗ペンギンがコラボ中。2月11日から2月27日の期間中、対象のマルイモディ9店舗にて1000円以上お買い上げの方にオリジナルポストカードをプレゼント。ペンパイ、これが自分の最後のわがまま。シャチー。あとこれも。これはエポスカード。エポスカードを提示すればさらにもう1枚ポストカードをプレゼント。期間は2月27日までですから、お早めに。ペンパイ、あとは頼みます。かくシャチー。はあ、みんな来てね。おお前ら、あと1分で地球が滅亡するらしい。移住先を決めろ。火星とか金星がいいかと。いやいや、木星か土星の方がいいんじゃない。次回、地球以外に移住するとどうなるのか。お前らは旅行先を決める感覚で考えてないか。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。